皆さんこんにちは、タバテイクッキングのお時間です。今回はたっぷりキャベツのふわふわお好み焼きを作っていきたいと思います。まず最初にキャベツを千切りにしていきたいと思います。ある程度大きく切った方が食べ応えあるかなと思って大きめにしますね。ボウルに薄力粉 200g 入れました。で塩少々入れます。水 200cc 入れます。次に卵3個入れていきたいと思います。この状態でしっかりと混ぜたいと思います。混ぜたら揚げ玉を入れていきます。でキャベツを加えます。あんまり入れたらキャベツ入らなくなってしまうので、このぐらいでしょう。このぐらいにしときますか。で空気を含ませるようにして混ぜたいと思います。なんとか混ぜ終わりました。ではサラダ油を入れていきます。で生地を半量入れて広げたいと思います。このぐらいですかね。いやキャベツの塊がすごいですね。もうちょっと切ればよかったかもしれないです。広げていきましょう。ここで豚肉を生地の上に乗せて広げていきたいと思います。中火で焼き色がつくまで焼いて裏を返していきたいと思います。ではひっくり返してみたいと思います。いきます。あ、難しいなこれ。せーの。おお、いい色合いですね。生地に火が通り肉がカリッとするまでしっかり焼きたいと思います。肉にだいぶ火が通ってきたのでまた裏返しにしたいと思います。いきます。せーの。少し失敗してしまったんですが、ソースとマヨネーズをかけていきましょう。マヨネーズいきます。たっぷりいきましょう。ここにもで、ソースいきます。で最後に仕上げに鰹節をかけていきたいと思います。おお、いい感じですね。なんかなんちゃってお好み焼き感ありますね。たっぷりキャベツのふわふわお好み焼きが完成したので食べてみましょう。いただきます。いやすごい、マヨネーズとソースでもうこれだけで美味しそうですね。ちょっとキャベツが大きかったかなとは思いましたけど、ちょっとキャベツとこと肉のとこで一緒に食べてみましょう。いただきます。あ、お好み焼きですね。美味しいです。お好み焼きって普段食べないので、お祭りとかで食べた記憶しかないですね。キャベツもすごくシャキシャキしてて、豚肉もすごくカリッとしてるので食べやすいし美味しいです。お好み焼き気になった方はぜひ作ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。ご
ご視聴ありがとうございました。